動とマッサージっていうこちらこう、はい、疲労回復とかっていう効果ありますけれども、うん、どっちが効果あるの、はい、まあ、どういう時にマッサージあるかというと、やっぱマッサージ受けたいなっていう時に受けるのがいいんじゃないですか。うん、なんかリラックス、なんかちょっと疲れてるな、なんか人の手でこう癒されたいな、ちょっと横になってこう揉んでもらいたいなと思ってもらう時にやるのが一番気持ちいいですよ。やっぱ定期的に行かないとやっぱマッサージの効果もなとかでね、やっぱセラピストさんとか言うわけですよ。こうね、週に一度はね、ケアのために来てくださいね。もうせめて月に2回、2週間に1回は来られると定期的なケアで体も、ね、楽で過ごせますよとか言うんですけども、やっぱ人間ね、欲してる時にやらないとやっぱ気持ちよくないですよね。やっぱりこう眠たい時に寝るしね、お腹空いた時に食べる方がやっぱ気持ちいいじゃないですか。だからマッサージもやってもらいたいな時に行くのがいいんじゃないですかね、私が思うに。はい、体のその時の声に正直に、まあそうですね、ちょっと最近運動不足で体動かしてないなって時は、まあ、運動の方がいいし、まあ運動はね、あのこれね、僕思うんですけど、運動は運動しようと思って運動してもダメ、ほうやんない。運動ってね、痛みなんですよ、人間にとって、ね、だって運動した方がいいっていうの分かってるのに、みんなね、あの自転車使ったりね、あの車使ったりね、電車使ったりして移動するわけじゃないですか、歩けばいいのにね。なぜかというと時間の短縮と体力のこの温存をしたいわけなんですよ、ね、で、じゃあ何でも運動はしなければいけない状況ってなるわけですよ、ね、電車使っても降りた駅からね、その目的地までは歩かないといけない。こう強制力を働かせてると運動するんですよ、人間は。しないといけないから、ね、だから運動しないといけないような状態をあえて作った方がいいじゃないですか。まあ、ジムにお金、高いお金払ってジムに行くとかね、それも一つの強制力だし、強制力働かないとやっぱ運動しないですよ。運動がもう好きで好きでしょうがないっていう運動を見つけることじゃないですか。それ楽しんでやらないから、そう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 。ガードしたところでスケボーをやってる少年たちはね、あんな汗だくでやってますけど、あれはやっぱ好きだからやってるわけで、やってるわけでしょ。運動しなきゃって思ってやってるわけじゃないですよね、うん、そうそう、楽しくてやってるわけですよね。そうそう、皇居の周りこう走ってるね、ランナーたちもあそこ走るから楽しいからやってるわけでしょ、うん、そこ 何が自分にとっての楽しみか分かんない。走ること自体が楽しいのかもしれないし、そこでの出会いが楽しいのかもしれないし、そうやってる自分が好きだから楽しいのかもしれない。いろいろその人によってその好きの定義は違うと思うから、自分の運動する上で自分が好きな、なんでやるのかっていう風にやりたくなるような条件付けするといいんじゃないですかね、はい、いやー、このね、肘を効果的に使ったマッサージ方法ね、バーン1、2、これを使うとセラピーが楽になりますよ。